だ。や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 だ。飯前だ。即興コントというものがあるじゃないですか。ありますよ。台本を決めずに、なんとなくの設定だけでその場で会話していくみたいな。今回なんとキャラすらも決めない即興コント。大丈夫ですね。うん、5つのキャラ、このコスプレを用意しました。はい。で、それが5種類が5人分あります。ほう。25着。すごい。25着向こうに用意されてます。はい。お父さん、お母さん、娘の彼氏、あとおじいちゃん、はいはい、この5人が織りなすコントなんですけど、誰が何を着るか分かりません。選ぶんだ、自分で。自分で好きなのを勝手に選んで。大丈夫っすね。おもろいやつ。それで即興コントやるんですけど、もちろんお父さん2人いたらわけわかんないよ。複雑すぎでしょ。娘と話すときに、え、お父さん2人ってなってわけわかんないんで、普通に成り立たせるためには全員バラバラでなきゃいけないんですけど、はい、もし被ったときにそれをカバーするっていう力もあればなんとかなるかもしれない。あ、それでもいいんだ。そう、だから最悪もしかしたらおじいちゃんとかがいなくてもまあ成り立つかもしれないしね。ちなみに今回どういうコントをやりきったら勝ちですか？いや、まあ娘の彼氏って言った時点で皆さんお察しだと思いますけれども、娘がですね、自分の彼氏を連れてきて、お父さんお母さんに挨拶をしますよ。その途中でおじいちゃんがちょっと邪魔しに来ちゃうけど、うまくあしらって、まあうまくこの挨拶をね、終わらせる。まあどういう終わらせ方でもいいですけど、場が閉まればよしとします。はい、キャラが揃ってたら簡単だというね。うん、まあ合格するまで何回でもテイク100でもやってもらいます。うわそんな耐久企画だったんだ。怖え。3、2、1、用意スタートだけ言いますので、自分はこのタイミングで出るぞっていうところを自分で察して出てきてください。見えないよね。絵が見えないもんね、そもそも。まあ別にうまく演じきってもよし、もうコントみたいに面白くオチをつけて演じきってもよし。もうどっちに行くかはもう皆さんのその場の対応力でございます。はい、わかりました。それではお着替えの方よろしくお願いします。はい。本番3、2、1、どうぞ。お邪魔します。あれ、そっか、まだいないの。すいません。あ、邪魔していい感じっすか、これ。待って。お兄さんですか？妹さんの彼氏なんですけど。いや、それ俺で。え？俺がやるんです。は？お前帰ったぞー。お前誰？お邪魔します。泥棒か。違います。アイさんと、アイの彼氏です。アイさんとお付き合いしていただいてます、リョウと言います。知らず、こいつは。はじめまして。あ、アイって誰だ。アイさんの彼氏として真剣に結婚を前提にお付き合いさせていただいているものですが、僕なんですよ。二人もアイは付き合っとるんか。おおい、お前は誰じゃ。お前が誰か。僕、アイさんとお付き合いさせていただきます、リョウと言います。あ、アイと付き合っとるんか。僕がアイと付き合っているキャセです。アイは二人と付き合っとるんだ。愛のおじいちゃんなんですか？わしじゃ。わしじゃ。え？え？わしじゃ。わしじゃ。二人いるじゃん。人が悪くて。誰だ？誰じゃ。誰だ？誰か。泥棒か。おじいさん話聞いてない。誰だよこいつら。おじいさん。おじいさん。そっちのおじいさんじゃない。終了。いや。ストーリーの進展がもう一個もないじゃないですか。なんですか。こんなフルハウスある。まあとりあえず1回目ということで、まあとりあえず反省点としてはですね、皆さん喋りすぎです。確かに。ずっと怒鳴り立ててる。耳遠い。何言ってるか全然わかんない。はい、はい、めっちゃ興奮してみんな腰立ちでずっと喋ってたんで、多分ずっとこう切れてます。なるほど。今の反省を踏まえて2回戦ではお着替えどうぞ。かまんねえもう。テイク2、本番、3、2、1、スタート。彼氏を連れてくる日、一体どんな彼氏なんだろうか。今日ね、パパ彼氏ね、今ね、ちょっと駅着いたところだから、もう少し時間がかかるみたい。あ、そうなの。そうなのね。でもこっちもね、ちょっと心の準備が大変よね、第二お母さん。ねえ、第三お母さん。ねえ、第一お母さん。誰が本妻だっけ。
あ、ほんと私よ。そうだったな。今週は私よ。なんだ、そっか、ダーリンお母さんの週でしたっけ。そうよ。あ、お父さんは3人のところに家に行ったの。なんだ、挨拶、結婚するとき挨拶行ったの。私は挨拶に行ってないよ。お父さんに来なかったのよ。そうよ、ね、でもお父さん挨拶行ってないのに彼氏挨拶来るのちょっとおかしいかなと思って。ん、挨拶来るのおかしいかなと思って。何が、あの、彼氏が挨拶来るの挨拶行ってないんでしょ。お父さん大丈夫。ああ、どうぞね。寝てたわ、ごめん。確かに彼氏まだ来ないの、お前。まだ来ないみたい。ちょっとさっき他の人のところに向こう入りしようとしてるの。なんだそういうことなの。ええ、お父さんのとこにしないの。お父さん、あ、向こう、向こう、向こうで来る。向こうが向こうで。どういうことだ、お前。何、何、何、終了。お前は何を言っとるんじゃん。お父さんの妻になれってことですね。そんな家庭があるか。いや、もうこんな家庭あるか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、一回して、待て、待て、待て、CM の意味ですよね。CM? CM? 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 CM?ラエちゃん、お前私しっかりと付き合ってるの。ラエちゃん、じゃあこいつ、こいつは誰だ。僕じゃないんですか。あや、ゆうこ、ロッキーじゃ。あやって俺は名付けたぞ。あや、あやなのね。はい、ラッキーアンファイル終了。ヘイグゴー、本番3、2、1、スタート。おい、もう一人の私、今日は娘が挨拶に来るから、ちょっと緊張するな。そうだな。おい、俺のこと忘れてねえか。お前はいつも話ごちゃごちゃになるから黙ってなさい。おいおいおい、混ぜてくれよ。来たぞ。おい、ゆうこゆうこ、緊張だって。今日、残像がすごいね。そうか、お前だけは見えるんだったな。そうだよ。見えてるよ。ところで、どんな彼氏なんだ、お前の彼氏は。ポリシだよ。ポリシ、ポリシ、ポリシ立ってるか。ポリシ、まあ彼自身も入ってるわ。ああ、そんなエロ食っちまおう。食っちまおう。ダメダメ、今日は出てこないでね。お願いね。分かったよ。分かった。危なくなったら出るだけにしとくわ。あ、お父さんもあなた正義感が強すぎ。現代に生きてるの、私たちは。私たちの幸せを応援してほしいわ。メインお父さんに任せるとするよ。うん、頑張るとこ。お願いね、メインお父さん。ロケンロー。おう、いらっしゃい。紹介するわ。おう、私の彼氏。はい。はい、私の彼氏よ。はじめまして。いいですよ。ほら、言ったでしょ。英語ができてないわ、彼ネイティブなの。おう、うん、あ、す、あ、フィンガーボールじゃないわ。自己紹介からだろ。え、なんだその態度は。どうせアリメだろ、この人でしょ。あ、この人だ。この人見えてる。見える。彼はすごく先輩よ。1600万年歳じゃ。そうよ、すごいでしょ。1600万歳やりすぎ。名前は何だ。おいしい。フェンダー。フェンダー。フェンダー。そんなやつにくれてることないぞ。もちろん。挨拶しろお前。もちろん。おい、お前何をした。お前も相手みたいに会いたいか。やめろ、お前。やめろよ、ペンダー、ペンダー。ゆうこ、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 ゆうこ。終了。いや、途中まで良かったですけどね。いや、良かったよね、結構ね。被っちゃった人たちがキャラ濃くなっちゃうのはしょうがないから、一人の人なるべく抑えめでいく方が。そうだね、うん、そうだね。はい、ではお着替えどうぞ。はい。テイク6、本番3、2、1、スタート。あんた彼氏付き合ってどのくらい経つの。2年だよ。2年。あんた気をつけて、おじいちゃん。あ、徹子。あ、お姉ちゃん。あ、お姉ちゃん。徹子も。お前も見に来てくれたんだ。彼氏が来るからちゃんと人構えていけないよ。お姉ちゃんの彼氏。これ、この方が、え、私の、え、彼氏なの。ゆうすけさん。あ、よろしくお願いします。
あ、そちら私のおじいちゃんで、こっちが私のお母さん。こめかみがね、最近痛くて痛くて聞いてあげて話を。お前そんな高かったっけ声。高いよ、耳遠いから聞こえないからって。そっかそっかそっか、うるさい。改めて紹介するね、お付き合いしているゆうすけさんだよ。ゆうすけさん、あの、ゆうすけさんは何のお仕事をされてるんですか。え、プログラミング。今日、ゆうすけさんは何しに来たんですか。今日は、あの、結婚の挨拶に来たい。え、結婚。そうよ、私たち結婚するの。あなたや、ここだけの話、この人、資産12億あるの。まあ、めちゃくちゃあるわ。じゃあ、ゆうすけさん、ようこも、よろしくお願いします。やったー、あげか。うん、ちょっと、ひどいじゃないの、さっきから遺産目当てみたいに。あなたなんてそういうつもりなんでしょ。え、あれどうして見損なったよ、あなたのこと。ゆうすけさん、そんなことないわ。そんなあなた騙されてるよ。そんなことやってよ。あなた騙されてるよ。そんなことやってよ。お前、もうこんな家族、もうか、もう、もう、最悪よ。ゆうすけさん、ここにいたらあなた殺されるわ。もう、行きましょう。行きましょう。ゆうすけさん、ゆうすけさん、ゆうすけさん、どこに行ったの。ゆうすけさん、行かないで。ゆうすけさん、あいつはずっとタンクトップを裏表で反対にしとったな。せりゃ、だから性別さえ合ってりゃいけるわみたいな考えちょっとありません。でもこうなったらって男がじじいしかいないから。これは割とクリア不可の組み合わせなんで、ちょっとね、早々にもう諦めた方がいいのか。テイクの本番3、2、1、スタート。はいはいはい、お母さん、はいはいはい、まさかね、二家族一緒にできるなんて ね、 ね、こんな家族ぐるみの付き合いで、うん、昔からのね、幼馴染でもあるね。そう、うん、失礼します。あ、こっちが私の彼氏です。お待たせしました。お邪魔します。哲也くん、よろしくお願いします。ゆめこは一緒に遊んだことあるよね。一緒にダブルデートでキャンプした。ゆめこ、あれ、ゆめこ、どうしたの。あれ、哲也、ゆめこと話して。え、哲也、ゆめこは僕の娘です。え？でもゆめこは私の幼馴染よ。俺は4歳の時に子供を産みました。え？近所のお姉ちゃんと面白いね、変な感じだねって言ってなんか遊んでたらゆめこができました。え？ゆうこ、ゆうこ、あの時も4歳の、しんちゃんと七本姉さんみたいな。あの時、うん、12歳だったから。ゆうこ、あなたなのね。こんなところで娘がいたなんて聞いてないよ。ゆうこと説明して。俺はいつもゆうこと遊んでた場所にいつも通り遊びに行ったらお前がいたんだ。それを拾って俺はこっそり俺の親にも内緒で育てていた。毎日こっそり冷蔵庫からミルクを盗んだ。それでまたどうしようもなくなってお前を公園に捨てた。だから俺もこさいずっと黙ってて。お母さん知ってたの。あなたたちを傷つける気はなかったの。でも黙ってるしかなかったの。ごめんなさい、トシコさん。全て僕のせいです。ヨコ、こんな俺がよかったら結婚してくれ。もう分かんない。お前の夫になる俺は芝子さんに、芝子さんの、ユウコさんの、ユウコさんの幼馴染で、で、ここの二人はユメコの親だ。ゆめこは陽子の妹だ。だから親友でもあり妹。そんなの意味わかんない。嫌よ。いなくなったお父さんも心配してたわ。もし本当のことを陽子が知ったら私たちのこと嫌いになるんじゃないかって。でもお父さんは信じてた。真実を知っても陽子が前を見てくれるって。もうどうしたらいいかわかんない。私、陽子の幸せを願う。陽子、こういうのはどうだ。ゆめこのこと妹として大切か。ゆめこは、ゆめこはずっと大切な人よ。哲也も、ママも、しばこ。ゆめこと陽子は姉妹でいてほしい。だから、トシコさん、結婚しよう。そうすればこの二人は僕たちの娘です。陽子は二人のお姉さんになってくれ。喜んで。お父さん、これもあなたが望んでいたことかしらね。幸せにします。終了。
そう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 、まあ一旦この終わりは綺麗でしたね。はい、意味が分からなかった、あれってなんで優子は一回捨ててもう一回引き取ってんだろうっていうなんか謎のくだりが。もう一回行きますか。まあせっかくここまでやったのは綺麗にやりましょう。はい、はい、では聞いてください。はい、テイク8本番3、2、1、スタート。知らないか、やめんなよ。ちゃんと持ってないか、俺。終了。何も。なんでや。テイク中。本番。3、2、1、スタート。お。よしこ、今日彼氏が来るんだってな。来るよ。どんなやつなんだ。普通の人。いつ来んだ。うん、わかんない。つらまれないのはちょっと良くないよね。お、来た。あ、ちょ、やめて。よしこ、壁ドン好きなの、この人。そうか。ちょっと失礼じゃない。ごめんな。親を前にし、なんだその態度は。よしこに触るな、あんまり。よしこ、紹介しなさい、この子。彼氏のジェシー。ジェシーピークも緊張するな。ジェシーピックこっちならんどった。おじいさん。おじいさん。おかえりなさい。こっちならんどった。並んでたんですね。おじいさん、何が並んでたの？ベビータピー。ベビータピー。ベビータピー。おじいさん、紹介してください。あ、おじいさんの、あの、ボルタ。うるせえ口だな。え？まるでタピオカ。ジェシーさん、お父さんごめんなさい。ジェシーさんは何なんだ。ジェシーはそんな人じゃないの。タピオカジェシーは、ジェシーは本当はそんな人じゃないの。まあ分かるでしょ。今の何よ。ジェシーはそうだ。今の何を説明しなさい。あれはそうだな。トシコ、挨拶だよ。トシコまで何でジェシーと同じ喋り方になってんの。人のこと。ジェシーはもう薬はやってないの。そう、薬やってた。やってないわね、ジェシー。ほら、壁ドンだってこの通り。絶対薬やってるわ。こんな距離感でも食べ飲んできる。わしがもっと言えるか。コカしかないから。コカなんて古いわ。おじいさん、おじいさん、今日はそんな話をしに来たんじゃないわ。大事な話があるんだろう。そうよ、パパ。娘さんのことが好きだ。お、好き。おじいさん、結婚するということか。そのつもりで考えてた。金なら、おじいさん、お仕事は。お仕事は、まあ、いろいろやってる。はっきり正直に教えなさい。そんなことどうでもいいな、ジェシー。お父さん、お父さん。びっくりした。お父さん、びっくりした。お父さん、父さん、そう、ジェシーは昔たくさんこの現場に携わってきた。ほら、いや、ジェシー君すごいな、君の技術は。ジェシーさんすごいわよ、お父さん。ジェシーさんのおかげでお父さんは生き返った。私、ジェシーさんとの結婚応援できる。結婚を認めよう。ありがとうございます。やったね、ジェシー。ありがとう、お父さん、お母さん、お会い先生。終了。はぁ、ブレイキングバット好きすぎて好きすぎて、そらかしかない。普通にやってれば終われたのに、なんでそんな安心してふざけすぎませんでした。安心してふざけたくなっちゃったんだ。途中で誰か分かんなくなっちゃったの。ジェシー、ジェシーやったまあいいでしょう。やったいや、確率的にはまあまあすごいですよ、これ。嬉しかった、普通に嬉しかったんだけど。ジジイコイ、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 ジジイコイ
ということで、はい、まあ、見事ねそのお互いの気持ちを汲み取って別々の役にするっていうのもできたし、かぶ、はい、った中でもいろいろ頑張ってね即興力を高めるんだというのが楽しかった、はい、非常に力が上がったんじゃないでしょうか。すごくいい家族ねみたいな今なんか自分だよねもうどういう意味だなって思います。また次回の即興コントでお会いしましょう。バイバイ。